朝日町中心部白梅の丘朝日町体育館、朝日町は三重県三重郡に属している町である。北勢地域に分類され、三重県で最も面積が小さい自治体である。東側は川越町、北側は桑名市、南側は四日市市と隣接している。朝日町の北西側半分は丘陵地であり、更新与に形成された低い丘陵地で、 南東側半分は中石になった平野の水田地帯である。住宅地は丘陵の裾野旧、東海道沿いに立地する。弥生時代の遺跡もあり、人心の乱の折には、吉野から美野への興軍の途中、この付近で、大天王子が伊勢神宮を擁拝し、戦勝を祈願したとも伝える。戦国時代には渦縄、柿、小向井、縄生にそれぞれ城があり。 少量氏が分直していた。天武天皇が人身の乱の際に付近で朝日を拝んだとの日本初期の故事の引用。なお、衆議院議員選挙の選挙区は三重県第三区、三重県議会議員選挙の選挙区は三重郡選挙区となっている。朝日小学校朝日町内の郵便番号は510から 81XX で、集配業務は四日市郵便局が担当している。 伊勢朝日駅、立花の守る部出生地あと JR 朝日駅、教育施設の朝日町立朝日小学校、教育施設の朝日町立朝日中学校朝日町、教育文化施設の朝日ライブラリー文化財保護のための施設の朝日町歴史博物館。ありがとうございます。